はい、おはようございます。カンパパです。はい、ここはね、御嶽ロープウェイの乗り場ですということでございまして、今日は御嶽山に登りますというわけでございまして、今回は木曽の御嶽山、拡大してみますとこんな感じになってます。今回ね、登りに使うルート、これはロープウェイを使って登る黒沢口ルートです。最も歴史がある登山道です。でルートをね、簡単にご案内しますと、ロープウェイ山頂駅を降りて約10分歩くと行馬山荘、続いて女人堂、そしてね、登山道が小屋内を通過してるってことで有名な石室山荘と、合目ごとに山小屋がある安心ルートです。そして約30分登ると最高地点の剣ヶ峰。では行ってきます。お、よし。おお、綺麗だ。これは綺麗だね。うん。はい、これがね、山麓の駅、鹿瀬駅ですね。はい。おお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 ああごめんごめん、どうも。はいよ。はい、ということでね、ロープウェイの山頂駅をさっき降りまして、もうあそこに見えてますね。いやー、いいね。天気もね、こんな感じで、まあ雲海の上に出たということもあって、結構ね、青空が広がってます。では行きますか。レッツゴー。ポコさあ、登り始めはね、まあ天国ロード系なんですけど、まあこんなのが続くわけもなく、登る前から言うのもなんなんですけど、今日実を言うと8合目まで 1.7 キロ、頂上まで 3.9 キロです。いいね、これね、ウッドチップが敷き詰められてるね、これ、うん、これ足がね、ふわふわして気持ちいいわ。今日はね、9月の16なんですよ。で、実を言うとね、昨日9月15が、まあ、僕の誕生日だったんで、まあ、バースデー登山って今日は一応副題なんですけど、僕もね、58になっちゃいまして、いやー本当にね、最近ね、ほんの低い山登っただけでね、すんごい疲れる。まあ、どうにもならないことでね、行道山荘っていうかな。おお、すごいね、こうなってるんだね。すごいね、値段良心的だね。まあ、外ももちろん歩けんですけど、まあ、ど真ん中入ってきちゃったけど。お参りしてこう。
はい、今ねお参りしてきましたんでこの先大丈夫だと思うんですけど、気をつけてね歩いていきたいと思います。あ、ここすごい、うん、なんかパワーを感じる。あなたの知らない世界。へえ、なんかしめ縄があると神域だからね、うん、いや階段こたえるね。本日のエネルギー、はあ、沖縄黒糖生。いやもうバレたよ。あ、エネルギー、うん、なんかおばあちゃんの味なんか、うん、8合目、あと 600? 800? いやずっとね、この階段来てんだけど、まあ、かなりの方がね、うわこんな階段なんだ、つって息切らしながら登ってます。まあ、もともと修験道の山だからね、まあ、そういうのは仕方ないんだけど、カブババですか。ああ、そうです。いつも YouTube 見てます。ありがとうございます。どうも。どうもどうも。すいません。はい、どうも。ありがとうございます。はい、どうも。はい、おぉ、綺麗だね。ねえ、紅葉が始まってきました。おぉ、発電機の音が、大きく響いてきました。もう8合目だ。はい、8合目女人堂来ました。大きいね。おお、売店があるよ。わ、すごいね、広いね、うん、私も欲しくなっちゃった、うん、お、広いんだね。おお、広い、うん、いいね。おお、成功。これもう2の息まで。うん、うまい。どうやって開けるのか。はい、じゃあ頂上向こう。さあ、おお、さすが御嶽さん、うん、こういうのいっぱいあるよね、うん、わあ、山頂方面ね、ちょっとガスっちゃったけど、しかしすごいなこれ。すごいね。さあ行きましょう。はい、こっから先はね、こんな、ゴロゴロ登っていくようですね。でも8合目まではね、結構樹林帯だったんだけど、まあ、こっから先も樹林帯っちゃ樹林帯だけど、やっぱり草木の背丈がだいぶ低くなってきましたね。あら、赤く熟してる。いや、
七かまどいっぱいだな、ここは。うん、はい、行ってきましょう。なんかね、こう至るところに、まあ、こんな感じの、なんていうかな、お堂みたいな、祠というか、仏様というか、下界の方見ると真っ白だけどね。いや、ほら、山頂の方見ると、おぉ、あれが9合目の小屋か、ね、なあ遠いな遠いなあ。お、少し灰松が途切れましたね。おお、ああ、ここまで来たよ。こんな感じです。いやー、登ってきたな。ありがとうございました。ガスが上がってきて、気温がね、高くなってきたってことなんですけど、うわー、9合目小屋見えてんだけど全然近づかないねあー、9合目の小屋がね、見えてきた。やっとあと50メーターぐらいかな。おー、9合目の小屋だ。なんだっけ、石室っつったっけ、うん、石室山荘。石室山荘。石室山荘。こっちがトイレになってんだ。山頂行くのはね、この山荘の中通ってくんですけど、下見るとね、あの赤い屋根が女人堂ですね。ラムネ飲んだとこ。いやー、だいぶ来たね。行くよ。山の中ね、通り抜けただけなんだけど、こっから山頂ですね。山頂行きましょう。さーてと、はい、山頂あっちですね。はい、じゃあ今から御嶽山山頂に向かいます。ちょっとね、こっから先が急なんで、うん、なんか八丁坂上がってる感じするけどね。
ここからね、どうだろう、35分40分ぐらいですかね。正直言ってさっきちょっと足がつっちゃったんで、もしねこの先もう一回つったら、まあ、ちょっと途中ですけど引き返します。あそこですね、山頂。はい、こっからね、まあ少し今までに比べれば緩やかな道になります。ただ山頂の直下でね、あの辺はまあ上りになるんだけど少し楽になった。こんな感じで頂上に向かってます。いやー、頂上いっぱいいるね、人が。ね、山頂の下だね、ちょうど下、シェルター、こんな風になってます。これすごいな。登る急須山頂だね。俺の足が持つかな。行ってみましょう。おお、膝が持てば行くか。しんがりの雨じゃないと出てくるのかな。背のたらやばい。どうするの。階段転がりそうだな。おー、来た。はい、ボニーバッグみたいな。3067m 来たね。まあ山頂こんな感じ。え、これトップはあるの。いやあ、よかった、これで。すごいね。あそこは入れないけど、まあ、実際あそこの方が山頂の日よりも高いからね、あそこが実質の山頂かもしれないですね。はい、はい、降ります。これ結構怖い。ここじゃあ、じゃあ、噴火の爪跡が残ってますね。すごい。いやでもね、ちょっと今日、万全の準備をしてきたんだけど、足つっちゃったりなんかして、
まあやっぱり日頃のねトレーニングって大事ですね。でね、あの会社の仲間にもねいろいろ応援してもらって、特にね赤澤さん、栗原さんね、あと大友さん、ありがとうございました。まあそんなこんなで、前にもちょっと申し上げた通り、今日これからね霧ヶ峰に移動なんですよ。楽しみにしてる路面の人ってね。ということで下山します。はい、というわけでね、帰りはねこれピストンなんですけど、いやー帰りも体力使いそうだなこの山は。じゃあちょっと GoPro 電源切りますね。はい、着いた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 。はい、というわけでございまして、いやね今日はね久しぶりに、まあ、高山登ったということで、なんとね頂上手前 9.9 号目でね足がつって動けなくなっちゃって、まあそこは津村のね、68番で事なきを得たんですが、まあそんなことでね下りも非常にしんどかったです。でもね無事怪我もせず降りてこられてよかったと思います。はい、今日もご視聴ありがとうございました。カッパパでした。